えっと来てますかね音声がいってるかどうかはこれでいいのかなあいってるいってるこんばんはお早い振り返りそう今日間に合いましたちょっと途中まであの早く帰った早く帰った理由の,あのか交換のルーターが届くの待ってたんですけどねよしじゃああと15秒で始めます 多分今日は1枠ぐらいで終わると思うんですけど、まあ長くて2枠ぐらいですね。秩父の釣り橋。釣り橋は今日見てないですね。こんばんは。寂しかったですか私はそうでもない。えー、っと、じゃあ1分過ぎましたね。あ、食べ物写真見えますよね。今日は写真40枚ぐらいです。あ、えー、っと、まずルートか。えー、っと、今日はですね、あの、もともと Z さんのお誘いがあって、 えー、どこだっけまあ、この秩父からスタートしてずーっと行って、えーっと、県境だから、あれ、どの辺だどの辺だっけ県境だから、まあ、どっかその奥の方 <laughs>、この辺りぐるーっと回って100キロぐらいのコースだったんですけどね。なんですけど、あの <laughs>、 今回私は夕方ちょっと早く帰る用事ができたんで、あの短くぐるっと回ってきました。Z さんと一緒だったのはここまで、ここら辺りぐらいまでですね。ああ、秩父湖。奥秩父湖じゃなくて秩父湖か。おで、まあ本当は西武秩父集合だったんですけど、ちょっと早く、あの列車の乗り,乗り継ぎ頑張ったら早く着きすぎたんで、この足ヶ窪っていう峠越えたところであの、列車降りてからスタートしました。 で写真は列車の中からかなお。いらっしゃいませ。埼玉と長野、えーと、あそこ、長野じゃなくて群馬境じゃなかったですかね。今日の、あ、今日のというか、あの、八丁峠のあるところは、秩父鉱山とか。で、これが朝、多摩川を渡ってるところですねあ。あの、えーと、多摩川を渡ってるのはどれ線だったっけ八高線かな。で、朝の多摩川はこんな感じになってました。 で、今日は一緒に、まああの、まああのー、えっ、ー、と、丸大さんっていう人ともちょっとだけ会ったんですけどね、丸大さんと Z さんは自走でしたね、家から。いらっしゃいませ。で、玉川を越えて、で、列車の中に日が差し始めて、で、7時過ぎぐらいに、このさっきのスタート地点の足掛子駅っていうところにおりました。えー、朝4時半起きぐらいでしたね。今結構実は眠いんですよ。 これが終わったら多分すぐ眠れると思う。うん、こっからです。で、これがリンゴ袋ですね。まだ日が差してなくてちょっと,ちょっと寒かったです。歯型付きのスティックカツカレーの、あー、少し先ですね。早起きは、うーん、体調によりますね。今日は割と楽だった。4時過ぎ、4時過ぎぐらいからもう目覚めてましたね。あ、で、これはあの、足が窪駅のトイレです。1個400円です。お安いですね。 これが鈴、まあ。鈴の性能的にはどうなんですかね。あの、真鍮性の音が大きいやつではないと思うんですけど。うん、熊注意は結構見ましたね、今日は。南西の真ん中にシンボル書いてないのかしら。書くまでもなくわかるからじゃないかな。という熊がいらっしゃいます。お、久しぶりの人いらっしゃいませ。で、下っているうちに日が差してきて、で、これがあの、武甲山ですね。あの、秩父の大体どこからでも見える、あの、削られ中の山です。 この辺り分かりかますよね元の形どんなんだったかちょっと知りたいですけどね自転車、私も久しぶりに乗ってきました3週間ぶりかなで、えー、と集合地点のすき家に、えー、集合したのは私と Z さんの2人だけでしたあとですね、アーツさんとガンチョさんとマルダイさんがあのー、この日は参加,予定だ参加予定だったんですけどアーツさんはなんか4時ぐらいまで34時ぐらいまで飲んでたらしくて 多分来ないと。で、丸大さんは、Z さんよりも早く出たんだったかなまあ、自走だったんですけど、なぜか違うところ走ってて、白石峠とか今の時走ってましたね。で、岩長さんは、寝坊したんだけども、特急できたのかなあの私は結局今日はなかったんですけど、途中で合流したみたいですね。そう、すき家で合流して、まあ、中には結局入りませんでした。えー、っと、すき家で球根安定、そう、今日の写真です。 うんと、京都バス自転車。私は京都は通、あの、ほぼ通過したことしかないですね。北山ユースホステルっていう輸送ス,ステル泊まったんですけど、今はもうないのかな、あそこは。確か、見た時にもうなかったような気がするけど、あったら申し訳ないな。<laughs> みんなやる気が。まあ、それぞれ好き勝手やってる感じですからね。帰りに反応駅まで行った。阪応駅まで行ったのは、うっかりしたからです。月屋で。で、Z さんは家から、 家からどんぐらいだろう自走で。70キロぐらい走ってきてるんですかね ?6、70キロぐらい。ちょっと適当ですけど。丸イラーメン。このロードバイクは、フォーカスの、K、KYO っていうもんでしたっけか y o C-A-Y-O っていうロードバイクだったはずです。確か。どうやって、あの、後ろ見ずに。<laughs> で、あのー、昨日アドマチで秩父やったらしくてですね、 その、父、アドマチに出てきた小乳道のある、えっ、ー、と、これはお寺をどうか。あの、十八箇所の、あの、秩父88箇所の一つなんですけどね、二章。ここの紅葉を見に行きました。で、これ左の方登っていって、違う違う。ここじゃないか。もうちょい先から入ったんだっけあ、これ右だから違いますね。<laughs> この分岐じゃない。適当に写真選んだら間違ってました。これじゃない。まあいいや。 えっと、縛りのない自転車。あ、そうそう。Z さんもですね、あの参加表明とか当日,当日でもいいですって言ってたんで、私も結構そういうポリシーなんですけど、できる限りあの参加する人が縛られないようにしようというポリシーの、まあでもそれもそれぞれかな。丸大さん。今日一緒にたあ,のあったのは丸大さんですけどね。可愛いいのは Z さんのことかな。そば屋が、あ、そうそう。今日なんかそば祭りだったらしくて、 朝はそうでもなかったんですけど、丸出しさんが来た頃には結構混んでたらしいですね、道が。そのルック。GoPro は 64GB。違う。違わない。いや、違う。違う。違うような。うん、64GB 使ってます。えっ、ー、と、20ぐらいの、20万かな。えらい級だ。あ、これはですね、あのお堂があって、後ろがこのさ石灰岩の壁になってるんですよね。 で、そこでなかなか紅葉が綺麗でした。ただ今日走ってる途中であんまりこんなにあの鮮やかな赤とか黄色はあまりなかったですね。こういうところにあの植わってるやつだけです。うん、一応巡礼コースの一つですね。でこあの、ここ洞窟があって、あの、1人200円で入れるんですけどね。で、この写真撮影とかあのビデオ禁止って書いてあったんで聞いてみたら、あの、そのカメラとかカメラとかビデオを手で持って、 そのよそ見しながら歩いてて落ちて大けがした人がいたらしいんですよ昔なのでヘルメットにカメラついてる場合は OK って言われましたあっ待てよあよく考えたらこの後撮ってるこの写真ダメじゃないか <laughs> よく考えたらよくないなこの写真は後で消しとこうかなでも撮ってしまったのは事実ですけどね そういえば忘れてたな頭の上のカメラいいけど手で持ってるカメラで撮ったら一応違反になるな看板上は忘れてたそういえばやった大丈夫だと思って <laughs> 何の意識もせずに写真撮ってたなまあでもあのじゃあ問題ない方の映像見せますかねでこの洞窟がどんなとこだったかっていうのは映像見てもらえばすぐわかると思いますえー、っと BGM を止めて映像スタート

ってそうこの時写真撮ってとか言ってますね <laughs> で、でこの時あのコメントだけは来てたんですよ、でもうちょい先に行くと、あここの辺りもいいな <laughs> これですねぐるっと回って下って降りてくるのに10分ぐらいって言われてるんですけど、15分ぐらいかかってますね。

うーんレンズ大丈夫かどうか見えないな、外出てからだな、こりゃ。<laughs> でいいちょっと今、飛ばしながら、映像をお送りしておりますこれどうなってんすか、ねあの、ふと手をついたら、ですね壁面が泥だらけで、もう確か四つん這いにならないといけなかったところ、でゴープロ二回ぐらい洗浄機ぶつけたんですよ。 でそのためにゴプルがのけぞってでも幸いレンズ本体は無事だったレンズの周りの出っ張っているところがだいぶ削れましたねあ,あとでっかい、あそうそここの急な階段があってそうであ、ね、れ上に見えてるのも明るいけどあれ

で負け惜しってて出きたとこですねこういう外観なのか全然中と。ということで、えー、っとこんな感じのとこでした。写真のことすっかり忘れてたなこれなしなしなしあとでウェブアルバムも消しておこうかな映像にしといて <laughs> えーっと画角はですね170度の,あのデフォルト設定です GoPro の,、えー、っと放送はあの。さすがに電波なかった たのとともももううそもそも復帰させようとしてなかったですね声だけちょっと言ってたらしいんですけど、ままかなこれぐらいに。<laughs> 自炊で恐ろしいなぁ。酸欠なりそうですけどね。で、あの、すぐ近くに裏山ダムっていうところがあって、で、その辺りは少しだけ紅葉してました。で、えー、その後、ちょっと裏道通ったりした後、今の写真撮ったのは、えー、確か、 あ、この辺りか。この武州の日野の近くで、この電車の写真撮ってるところはもう Z さんと別れた時ですね。あの、国道に出てきた時に Z さんが、あの、昼食の買い出しに行かなきゃいけないんだけど、コンビニの最後のコンビニに通りすぎてしまったっていうことで,で、Z さん戻って行って、で、私はもうここから先に向かって、その、元々別れる予定だった分岐から北に向かいました。えー、っと、売店のおばちゃん、えそうなんですか おばちゃんって2人いましたよおばあちゃんっぽい人とおばあちゃんっぽい人がいましたけどおばちゃんっぽいっていうほどでもないのもうちょっと若いぐらいの人かなへぇ、えー、紅葉はどうだろうこの辺りあまり綺麗には紅葉しないんじゃないですかね普通の平地はでちょっと登っていってこんな随道を越えて今の写真がこの辺りですねで Z さんたちはこの後 こう向こうにずっと向かっていって秩父鉱山っていうところに向かってますえっ、ー、と裏山取れて取れてたっていうのはああ列車かあの時は私全然取れてないとか言ってましたっけ一応逆光っぽいけど取れたんですよねこんな感じんワカメの方いろんな色心霊スポット感ああここは心霊スポット感 <laughs> 旧コミネトンネル私は昔通ってます。旧の方ですよね。えっ、ー、と、コードナイト、そうですね。今日 Z さんの写真はかなりすごいんじゃないかな。お、こんばんは、いらっしゃいませ。そう、あ列車のあの秩父鉄道の列車かな、あれは。で、ここは両上神社。あの、紅葉じゃないや。胃腸がすごかったです。で、あの見えませんけど、銀杏だらけです、ここ。霊の匂い,いがします。 対向車。対向車はさっきのトンネルかな。私がくぐった時には車来てなかったかな。旅行が。まあ今日は旅行ってほどでもないんですけど、40キロぐらいでしたね。でもあったかくて気持ちよかったです。久々で。銀杏は綺麗ですけどね。<laughs> 銀杏っていうか、まあ銀杏か。胃腸は綺麗ですけども。えーと、今来た人いらっしゃいませ。バーナーで銀杏焼いて。あれってすぐ焼いて食えるんでしたっけ なんか、腐らした後、それ中身取り出してか、あの洗って乾かしてとかいうのは、本当は必要ないのかな、あれは。で、この後、道の駅にちょっと寄った後に、あの、JA の目の前にこんにゃく工場がありまして、両上こんにゃく専門店っ,ってそんな名前だったのか、この店。<laughs> ここ昔から10年以上前から、あの、200円でこんにゃく食べ放題やってるとこです。うどん、あ、うどんもやってたっけうどんはこの日やってたかなやってたか。外側の、そうそう。 食べ放題です、す200円と、あとこの後出てくる、あの、カツカレースティックも買ったんですよね。今日はこんにゃくなんかスルっといけましたよ。これ、そんなに大きいやつじゃなかったのかなあの、食べ放題ですので、ただお返しするとき、あの、覚悟しないと、結構でかいのが出てくるんで、そう、こんにゃく。なんか食いすぎるとお腹どうかなったりしますかね、こんにゃくって。ケチャップ。 まあ甘辛味噌。辛くはないかな甘味噌ですね。そう、タレ。で、ここでなぜか、まるだいさんが、あの私、その分離してきた別のコースのはずなのに、なぜか丸大さんがやってきて、で、聞いてみたら、あの、Z さんから、その、ロボさんの、えー、今ここを参考にしながら追いかけてきてくださいとか言われてたらしくて、で、私も分離した後の方に追いかけてきちゃって、あのー、どんぐらいかな 3、4キロぐらい別コースに行っちゃってるんですよね、これで。で、丸大さん、この後、あの、また戻っていって、Z さんと合流したみたいです。で、あの、丸大さんからお,お土産いただきました。チョコレートブラウニー。なんか最近出た補給食らしいです。多分あの、喉が痛いぐらい甘いやつじゃないかなと思ってますけどね。まだ食べてないです。非常時用なので。味はチョコレート味ですよね。なんかあの、英語が書いてあるけど、どこさんかまだ見てないな。 そう、アメリカン多分アメリカじゃないですかねイメージ的にであのこんにゃく食ってる時にですねあの、目の前に窓の外に可愛いのがいましたこれコギですかねクッキーかな中身まだ見てないんですよ非常時用に撮ってるんで耳でかいですよねこれで飼い主の人が店,店の中でこんにゃく食ったり外に出て、あのにと遊んだりしてました 高級食材。まあ、犬肉もま、あ動物の肉だしな。で、もう一つこれ買いました。昔、アドマチで、あのー、ここアドマチで紹介されたとのは昔の話らしいんですけど、歩いて食べれるカツカレー、ラ抜キ言葉か。で、こういうやつです。この図もどうだろうな。ほとんどなんか地球の断面図みたいな感じですけど。えっ、ー、と、エナジーバー。 そうめちゃくちゃ甘いですよね、ああいうのって。クリフハンガー。耳立ててるの。あの時はどうだったかなで、それがこれです。で、一応この時はこんにゃくは食べて、で、カレースティックは持ち帰りにして,してもらいました。で、こんにゃく200円ですけど、こっちは300円で、こっちの方が高いです。ドラゴンボール、携帯食。ドラゴンボールといったらセン図かな千図。センズ そうご飯がで、この後は写真出てきますので。で、えー、っと、この先は吉田町の方に向かったところかな。これ、小鹿野の手前だったっけ小鹿野過ぎたところか。えー、っと、ルートで言うと、さっきここにゃ食ったのがこの辺りで、でこの辺りが小鹿野の町があるところで、でそこからもうちょっと越えたこっちが吉田町。多分これ、秩父市吉田町ですかね。で、こっちのちょっと町の方に向かいました。 えっと、ご飯が真ん中、ご飯とカレーはですね、えっ、ー、と、まあ、大雑把に混ざってます。噂にパン。でも何年か前に紹介されたってわけなんで、結構前からやってるんじゃないですかね。で、これ、道路の方にちょっと首突き出してる牛がいました。ご飯の色が、吉田くん。吉田くんはどの吉田くんだで、この辺りが吉田の、吉田町の、まあ、町,町並みですね。この辺りの雰囲気かなりいいです。 うーんと、そういう道が、あ、今日のルートですかね。道順がアップダウンそんなにないです。ドライカレーとはちょっと違う。やっぱりあの、ちゃんとカレーライスっぽい雰囲気ありましたよ。しあと、なぜかあの、道端に鶏がしゃがみ込んでたんで、追い立てようとしたら全然逃げないんですよねで。一応民家の方に追いやりましたけど、かなり近づいて。なんか全然逃げようとしなかったです、こいつは。 卵,いや卵はってこれ、おんどりは卵を温めるんでしたっけ年物。で、あのこの靴掛けって読むんですけど、これ昔、北海道の利尻島っていうところで見たことがあって、あの地名と一緒,一緒で、なんでこんなところにいと思ったら、これ全国にあるらしいですね。なんか山とか峠登るときに靴をかけるとかいう意味で、その山の近くとかの地名としてあちこちあるらしいです。とコメントで聞きました。 さかそれやったらさすがに怒るんじゃないかな。で、吉田町の、あのー、和菓子屋さんが、小さい和菓子屋さんがあったんで、そこでちょっとお菓子買ってきました。靴、その靴と聞いたんですけど、どうでしょうかね合ってるんですかねあ、京都にも。へあ、靴掛け神社とかなんか、安全を祈願してとかありそうですね。で、これ茶、茶万丈お茶入ってるわけじゃないんですけど、 この茶色はですねあの砂糖を焦がして作ってるらしいです。少しだけカラメルの香りがしたかもしれない。であと、もなか。そう、甘いものです。餅。<laughs> 餅は結局、なかったかな、この時には。で、道の駅、流星会館っていうとこが近くにあるんで、ここで、あのこの奥の方にバイクラックもあるんで、ここに座って食べました。 ロシアケーキってなんだっけシペリアみたいなやつかなそう、茶まんじゅう。温泉まんじゅうみたいなあの皮でしたね。荒はばき信仰ってなんだっけ荒はばきってなんだっけロシアンルーレット、ケーキ、ケーキ。あ、モナカも買いました。この後出てきます。で、これです。これがカツカレー、カツカレーです。あの、カツカレーの衣と肉が外側にあって、内側にカレーとあのご飯があるんですよ。で、口の中で、 食べ,るとあ食べると口の中でちゃんとカツカレーっぽくなるんですよちょっとカレーの味が他のに比べると少し弱い感じがしたかなでもカツカレーでしたあのカツカレーのカツの味がまんまですねこれ結構美味しかったですよいやご飯は硬めじゃなかったですね柔らかめというかなんというかうん大きさ的にどうだろうなカロリー的には十分あると思うんだけどであと 茶まんじゅうはこんな感じで、ま、中はこしあんでした。秩父名物、秩父名物だったのか <laughs>。てか、吉田町名物じゃないのかな。そう、モバイル。コロッケ。ん精進。分離してると、あ、そうそう、それも、で、これ、あの、さっきのモナカ書いて、書いて食べたんですけどね、こんなんでした。びっくりしました。えーっと、黒あんと白あんかの、これは。ウグイスじゃなくて白あんっぽかったけど。 あの食べてみてびっくりしました。中身がこの2種類だったんで。俵みたいな、えーと、俵を4つ束ねたみたいな形してるんですけどね。えーと、牛皮。んえー、これもナカの方です。外側がの普通のモナカ側ですね。で、こっちはあの、まんじゅうは、まんじゅう皮です。あの、牛皮とかち系ではなかったです、これは。茶色の皮で白あんのちっちゃいやつっていうのがあるんですかね。まあ、2つ。 お茶と合いますねで、この後あと、秩父駅の方に戻ってきて、これ、あの,あの花とかで有名な橋の名前、なんて言うんでしたっけ、秩父橋でいいのかな。おいしい、んキーボード。で、秩父駅にも、あの西武秩父駅に戻ってきたら、ちょうどなんか、こんなのやってましたね。子供、子供の太鼓のなんかです。あの意外と音がでかくてですね。 あの配信で近くに寄ってて自分で喋っても自分の声が全然聞こえませんでした。野中は苦いブラックコーヒーかあ。あと5分ですね。ちょうどいいかな。うん、生演奏でした。で、この後自転車パッキングして、で、その時にあのバイクのご夫婦とはな、ご夫婦に話しかけられたりして、で、その時にあのお菓子もらったりしたんですよ。それもこの後出てきます。で、レッドアロー。確かこれ、レッドアロークラシックって書いてあったんですけどね。 が出発していくのを見た後にあの、SL が来ました。あの配信中に12時過ぎぐらいに、あの秩父鉄道の方に走ってくるって聞いたんですけど、ちょうど駅で待ってたら通りかかりました。SL。これ何ていう名前なんですかね、SL。そう、あの花で最近この辺りはいろいろやってますね。最近じゃないか、もう何年も前か。で、窓からあの乗り出してる人がいる。 うーんと本物どうなんでしょうねどういうのが本物の正義になるのか。あ、37。58363と書いてあります。あの花はまだ見たことないんですよ。もうまだとか言う、まだとか言ってる時期じゃないかも <laughs>。で、これがあの話、あの、最後のパッキングの時に話しかけられたご夫婦にいただいたお菓子です。 何、えー、て名前だったっけ秩父、秩父なんとか、ああ、だめだ、確かまだゴミ、ごみ袋の中に入ってた、あった、秩父岩鏡っていうお菓子でした。で、これですね、中がの白あんとうぐいす豆と、あと柚子の香りも入ってて、かなり美味しかったですよ。あのー、比較するのあれですけど、さっきのモナカよりもさらに美味しかった、こっちの方が。長瀞走って、 今日は長瀞はほぼ走ってないですね長瀞はもう渡っただけかなんでその後えー、あちょっと待ってくださいえー、っとアニメタイアップどうかなそんなにあの今のお笑いほどじゃないと思うあのお笑いも別に私嫌いじゃないんですけどね若者みたい年代的にはでも私より上の人達だったかなうん伊豆の香りがしてほんとおしかったです燃えルゴミ えっと、岩鏡。鏡は平仮名なんですけど、そういうお菓子でした。多分検索すると出ると思います。で、えっ、ー、と、反応はですね <laughs>、えーっと、あと2分ちょいか。この西武線乗ってずっと鈍行で帰っていって、で、私はこの東飯能駅で乗り換える必要があるんですよ。この JR の方に。が、こう行って、こっちまで来てしまって、で、10分ぐらいで折り返したんですけど、この、 八甲線っていう JR の方は非常に本数少ないんで、30分ぐらい乗り換えが <laughs> 空いてしまいました。なので東阪能駅に折り返して戻った後に、いや、寝過ごしじゃなくてですね、あの途中で降りるっていう意識が全然なかったです。で、東阪能の駅ビルの7階上、一番上のとこにあの、コミュニティセンターみたいなのがあって、で、これの奥の方に、見えないかな、喫茶もなみっていう喫茶店があるんですよ。 あ、そうそう、スイッチバッグのところ。イガまんじゅう。あー、なんかそれ、前食べたことある気がする。で、ここで、えー、じゃが、じゃが丸餅っていう、じゃが丸餅。じゃが丸までがひらがなの、餅。もなみ。っていうのがこれ250円で、あの、ぶちゃ付き、漬物付きでした。コーヒー300円より高い、あの安いんですよね、こっちの方が。そう最後に餅ネタを食べて、 で、終わた。あで写真ここまでかなということでいやつくねじゃなくてですねじゃがいもとご飯を混ぜてであの揚げてたれかけてある感じでしたということでああ1分余ってしまったな <laughs> いやつくねあーつくねさっき言ったかいやこれお茶薄いかと思ったらですね昆布茶でしただからこんな色してるんですよなんか色薄いなと思って飲んでみたら昆布茶だったんでびっくりしました モッフル。モッフルはあの、ついこの間食べましたね。モッフル準拠のやつ。うん、今日はあの、あったかくて良かったですね。なんかいろいろ食べたし、天気も良かったし。昆布茶。いや、私は大丈夫かな。じゃあ、あとはどうしますかね。さっきのところまた流しとくか。じゃあ、あと10秒ですけど、これで終わります。来週どこ行くかまだちょっと考えて、考えてというか、予定はあるんですけど、 予定変えるかもしれないです。じゃあおやすみなさい。